皆さんこんにちは、こんばんは、こんばんはか。コロコロやっほー。お腹に入れば一緒や。マッチさん、みけんさん、ノリノリ、たまのくん、パルピさん、ヤッホー、こんにちは、こんばんは。そう、前髪超パッツン、え、初見さんですか。ニーナミ、あ、待って、でも後でちゃんと自己紹介します。その時に聞いてくださったら。よし、良き感じ。目怖い？ミュウ、釣り目やから、ごめんな、怖かったら。500年ぶり、500年ぶりぐらいやって。どんな、どんな。よし、もうちょっと経ったら自己紹介したいと思います。みーたんのアーファニコン OK？ じゃあ9時までですかね。コロコロは、そう、今日はみゆがね配信をしていきます。100人ぐらい行ったら1回自己紹介しますね。そこでテスト、そう、今日小テストが2個ありました。なんか高校生、高校生ってテストがめっちゃ多くて、小テストがめっちゃ多くて、もうマジで見る、もうおかしくなりそうなぐらいやばかった。はいはい。はいとか言って、そう、今日は数一のテストと、あと英語の単語テストがあります。あと日本史、あ、日本史は昨日かのテストがねありました。はい、で、そう、だからまだ帰ってきてないからあれやけど、コミュエのテストが、今日は小テストが帰ってきました。まあ結果はな、まあ期間でも多分分かると思うけど、ちょっとやばかったっていう。今日は普通に雑談をしようかなと思います。そう、雑談、なんかでも何しようかは考えた、どうしようって思って。でもなんかみゆにできることがあれやから、自己紹介、車とぶつかってないよ、自己紹介、あの自分の紹介をしたいと思います。100人いったからちょっとやりますね。いきます。はい、私たちベッドできるアイドル、キュインズパンチ、キュインズの泣く子も笑うスマイル番長、最年少の高校1年生15歳、みゆみゆこと新野みゆです。よろしくお願いします。イエイ、高校生になったよって結構前に。やばくない、聞いて、もうな、1学期が終わっちゃうんですよ。やばくない？ミュー的結構ちょっとやばい、何？お話でした。という
そうやばいな、やっぱりミュー多分落ちないわ。あつしさん、たじたじ、よけじ、こんにちは、こんばんは、やっほよ、イエーイイエーイ。耳、ミユさ、耳超ちっちゃくてめっちゃちっちゃいね。見た？ミユこんなんしかないね、耳まとめたらこんなんで、やばやばいな、はい、コミュココミュコミュニケーション英語っていう、なんかミユの学校は英語が2つ類あって、英語表現とコミュニケーション英語っていうのがあるんですよ。はい、のそのうちのコミュニケーション英語を略したあれがコミュエです。コミュエ俺の問題でかもしれんって言って、たちたちコミュエじゃない、全然そんな感じしへん。結果トラックやしな、まあ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 、コロコロキジパンチありがとう。ありが、2018もはやばいな、もう2019になって5ヶ月ぐらいたら平成が終わるもんな、やばやばい。そう考えると結構もうあってなれるスマイル番長です、笑顔そう、もうだから全然この自己紹介はマジでレアっていうか、ショールームとあと4人ライブの時にやってます。みんな意識、この間のライブはやってないけど、4人でのミッキーさんがいい日、4人でのライブの時はこういう、いつもは名前だけなんですよ。おのみなです、立花ゆりです、山まなみです、新野美代です、西部みずきです、私たちイベントできるアイドルって感じなんですけど、でもうん、そう4人ライブの時は1人ずつあっちみな、こっちみな、おのみなとか猫耳ツインテールのとか、歌大好きまなみんこととか、こういうロング自己紹介をしてるんですよだから生で聞きたい方、聞きたい人、生で聞きたい人はぜひ4人のなライブに遊びに来てください、よろしくお願いしますと、ちゃっかり告知でもしときますはい、まとめたらみんな、そう、マジ？言って、まとめ？なんか気持ち悪い、やば。その耳一口、確かに餃子。餃子。耳ちっちゃいだとみんなに喧嘩とんのか、あ、売ってない、それでもなんかミータンの耳は大きくて平べったい、もうぺちゃんこ、猿耳っていう耳らしいよ、ミータンはこうやってやってもすぐちょっとしか見ない。英語でコミュニケーションって日本語ででも難しい、確かにね。だから今見え、国語はな、あのな、あれやってる、上、紙二段とか、未然形、連用形みたいな、終止形、命令形みたいな表を永遠にやってる、マジで意味わからへんな。来年日本でラグビーワールドカップ、お、マジ？日本、
この前のライブ出だしがね、まあなんかその押してた、全体的にあのこの間の渋谷デュオさんのライブは押してたので、なるべくこう MC とかを短めにして、自分たち的にちょっとは巻く感じのつもりで行ったんですけど、そう結構ねライブとかで押しちゃうと、あでもその日はお仕事帰りの方がなんか間に合うか間に合わんかみたいな感じだから、逆になんか押してちょっと押しててよかったみたいな言ってくれあった方もいたから、それはそれでよかったのかなと。つなさんこんばんは。つなつな、ハッピーさん、幻のポケモン見る。そりゃ見え、なんか見え、小2とか3とかずっとなんかずっとミュウツーミュウツーって呼ばれてて、そうその小2とか、あでもちっちゃい頃、ほんまにちっちゃい頃からなんかさ、一時さポケモンのミュウとミュウツーが流行りだした時から、そうあだ名がそれになりましたっていう思い出がある。でもなんか実際どんなやつかあんまり分からへんくて、そうそれを話そうとかちょっと分からへんけど、でもどんなやつか分かる。ミュウが進化前で、ミュウツーが進化後かな。間違えた。12のね、あーなんかな、みゆさ数字がなくて、そうなんか例えばさ、リーダーはサイバー318で、みーたんはみーなやから37なんよ。でまあゆりりんとかまなみんはないかもしれんけど、みゆもなんかそういうのいいなってめっちゃ思う時がある、数字とかいいなって。でもまあみゆは別名なんかトラコっていう名前があるんでね。シャークさんヤッホーってもうやらへんかな、戻るん、待って今だって、でも初めてあれコメントしてくれたよね。そっか、そうなんか8時からマナミンがファニコンでライブするで、9時半からユリリンが配信するで、9時からミータンが配信するみたいになって、えミユさどうしようって思って、ショールーム何時にしようってなってってた。で結局この時間を選んだんですけど、もう多分みんな来てくれやらへんかなって、みんなのところ行ってな、みんな来てくれやらへんかなって思ったんですけど、そう嬉しみです。えはほほ待ってな、ちょっと一瞬待って、すげえ、なんか見えあれないっけ、アバター見るのが結構好きなんですよね、見たことあるアバターやとか。そなんかさ、これさなんかオリジナルで作れるやん、だからすげえ、そうっていうそれだけの話なんですけど、大丈夫、俺は
エレブやから。エレブ、エレブ、エレブってなんや、わからへん。ポケモンの名前どうなんやろ。メンバーがあまりに言う、あまりに、多分タピタピはミユしか言ってないかも。みんなタピオカってちゃんと、なんかタピタピって、そう言いたいなって思って、タピタピ言うから。朝ファミマでタピオカカフェ、コンビニとかよりも絶対にそのココとかゴンチャとか、あのそういうタピオカ屋さんで飲んだ方が絶対にミユは美味しいと思う、思います。やっぱな、なんかミユ的全然違うなって思ってる。でもほん、どうしても食べたい飲みたいって時はコンビニのでも全然いいと思う。美味しいから、まずくはない、美味しいから。でもぜひ一回はタピオカの専門店に行ってみてはいかがでしょうか。今回はファニコンかぶりも対策、せやね。でも今日はほらイベントが始まったばっかりなのでね、そうだからちょっとめ、ちょっと告知しようかな。ファニコンの話が出たから、はい、じゃじゃん。私たちキュインジョはですね、関ヶ原歌姫2018アイドルワーズ2018関ヶ原歌姫合戦というイベントの出場権をかけたイベントにですね、今日の18時から参加させていただいてます。このイベントは、イベン出演権をいただくイベントはファニコンという会員制、完全会員制アプリを使ってのイベントとなっていて、このファニコンというアプリをダウンロードしていただいて、メンバーのこの入会っていうんですかね、なんかそれぞれのルームがあって、それに入会していただくと、スクラッチというものがね弾けるんですよ。でなんかこれもお金がかかってしまうとね、なんとも言えないんですけど、そのスクラッチがポイントになってくるんですよ。だからぜひ皆さん、そう、あのね、それぞれのメンバーのルームももちろんなんですけど、ミユのルームに入会していただけたらすごくすごく嬉しいです。よろしくお願いします。そう、イベント、そう、こういう感じの、なんていうんかな、なんかアプリを使ったイベントっていうのはショールーム以外多分初めてやから、あ、そう、DMML とかもやってたか。そう、でもそうだから皆さんにねぜひ協力していただいて、このね関ヶ原に出たいんですよ私は。だからそう、キュインズで関ヶ原に行きましょうっていうお話でした。ねえ、ウォーズ？ごめん、ウォーズか、これ。ワーズじゃないのね、ウォーズね。そしてちょっと今このなんていうんかね、告知続きなんですけど、告知続きで申し訳ないんですけど、こちらアイドル祭り2018エリア代表決定戦関東 B エリアに私たちキュインズが出場します。とテーマ、曲のテーマがムーンライト伝説っていうことで、エリア代表を決める戦いとなっていて、7月26日木曜日に、平日なんですけど入場無料で、このコピース三好さんの文化会館で行われます。で無料なんですけど、あの整理番号、そう、入場整理券せって書いてあるんですけど、その通りで、なんか順番なので、もしよかったら早めに並んできてくださるとね、一緒に盛り上がっていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。イエイ。そうだからもうマジで誰
無料やから誰にでも来てほしい。でなんかこれ会場だけでの、去年はネットを使って投票があってからの会場だったんですけど、今回はネットがなくてもういきなり会場なので、そうなのでね、ぜひ皆さん来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、そしてそして続め、めっちゃ告知ばっかりで申し訳ないんですけど、6月24日目黒六名館さんとスペースオットさんでライブが2本あります。まずこちらスペースオットさん、激盛りでパーリナイというイベント名に、イベントに出演させていただきます。時間が、出演時間が11時50分って結構早めの時間なんですけど、こちらねすごく重要なライブとなってて、大事な大事なライブになっているので、ぜひ皆さん来てほしいです。もうマジ盛り上げよ朝からな。そして目黒六名館さんでは15時45分から出演があります。こっちはね、こっちの時間は物販です。そうだから皆さん24日はよろしくお願いします。そうやっぱなんかそのキュイが多分重要って言ってる、重要とか大事とか言ってるのは結構その大人の方が関わってたりすることもあるので、だからよろしくお願いします。そう来てほしい、みんなにで盛り上げてほしいそうもちろんミユたちもね頑張りますけど、ミユがセンターのアイドルグループ、それはあのアニメやろ、ミューズミューズ、あのラブライブのもう解散になったんかな。そう分かった、今度飲んでみる。うん、飲んでみてください。そう絶対に皆さんもね、タピオカね嫌い、なんか食わず嫌いみたいな人はぜひ食べてみて、マジで美味しいから。ケンジのショールーム配信はミユの時先、マジありがとう。そっか、でもあれやね、他のメンバーと喋ったことがないやんな、多分そうだから嬉しい、ありがとうございます。ファニコンってファミコン、ファザコンみたいやな確かに。でもファミコン、あ、ファミコンってゲームやっけ、ゲーム機、ゲーム機、ファザコンはお父さんが大好き大好きって感じかな。琴音さんこんばんは、新野美優と申します。突然画面真っ暗になってんで、うん、なってんでだったけど、充電切れやった充電しながら、マジよけじ、なんかよけじってわかるかな、 GG G 駅から遠いんか、そっかそっか、そうなんや。でもみゆ埼玉県んなのかな、そう埼玉県なんですけど行ったことがないですよ。そうだから楽しみ。 G 嫌い、マジ、これ綺麗かなんかみゆ綺麗って言われたことがないセンター推しです。お、ミッキーさんかな、センターの方はメンバーやってますニーノミユっていうです。ぜひ名前だけでも覚えていってください、よろしくお願いします。そうミユってよくな、なんかえミユミユって友達とかにも言われるけど、うです。ミユはその頃もう夏休み、ミユさん夏休みさ、なんどいつから入ってる、あでも多分そうかもしれん、7月の26やろ、多分もう夏休みかな、多分入ってます
それね。女の子の字って感じ。ああそう言われる。なんか女の子の字やけどでも汚い方の分類かなみたいな言われます。ごめん激盛りしか行けない。全然でもどっちかだけでも来てくれるっていう方も嬉しいです。ほんまはどっちも来てほしいけど、よろしくお願いします。うん確かに重要、まあ重要なんは重要やで。初呼ばれ初呼んでなんか結構なんかいつもと違ったアイドルさんが、すごいアイドルさんがいっぱいいるのでね。だからドネさんこんばんは、と重要ライブとか特典、うん多分普通にオフショート席があると、あの予約してくださった方はね、そうだからあると思います。結局音出してミミに当ててこうやって、でもしたらさ画面見れへんくない？うん、ファニコン3位らしいで、お今でも目指すところはねやっぱ1位ですねそう、あみーたんが今ファニコンのライブが始まったかな。次台湾あったらチキ取ろうと思って見事、それなあんまり合わへん。だからぜひよかったら9位だけの9位の対バンしてる時も来てほしいけど、対バンしてへん時もねぜひ来てくださいあコロコロバイバイ、ツリーハウス行ってらっしゃいませそれな画像見れへんな、見れへんやんな。そうだからミユがこうやって画面にどんだけ近づいても見れへんからちょっと意味があるやん。見てユニコーンの服着てるん今日。ユニコーンかわいやろ。久しぶりにこの服着たかもしれん。はい行きます。お行ってくる。じゃあバイバイ。悲しくなるなそう半までやりますよ私はね。ショールームやります。久しぶりのなんか雑談っていうかお話配信、あでもそうでもないか、あでもなんか最近はずっと食べてたかもしれん。みゆずっとタキタホ見てくれたね。だからチャウはライブかお待ちしております。ユニクロの服、うん違う、これは ACDC ラグっていう、あの原宿とかさとかっていうか原宿にこうめっちゃ派手なバンバンバンって何箇所もあるお店があるんですよ。結構外国人の方が行ってるところを見るのが多いかなっていう、そこの服です。 AACDC ラグ RAG っていう、あの調べてみてくださいたらあってなると思う。こういうとこの服か、服のお店かってなると思います。昨日は踊ってた。ホマナーミーの配信やからな、何もありやけどでも踊りました。トゥ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 レッツゴー。あ見てこれをこうやって、ここさこうやってやったらさめっちゃ溝できるのにね。でも普通にしてたらさみゆさ
デブやからさ、なんか出てるっちゃ出てるけどあんまり見んといて昨日の配信は楽しかった。お、それは嬉しい。みよむな楽しかったから。え、あの後めっちゃな踊った。4人、ミッキーさんはいいひんかったから4人ライブのね。この服なんかな、なんか分からへん。そう、分からへん。でもなんか着るの勇気いるよねとかよく言われるよく言われます。昨日の配信、あ、じゃあこれ読んだ。次の次回ライブ、次の次回ライブはこちら、さっき言った6月の24、2日後日曜日です。土曜日はライブないな、今日は金曜日なんで。これがいいかな。もうそう、最近巡る6名感多いよねっていうリハでわちゃわちゃしてる感じが出ててよかった。お、マジ？んー、でもリハはもうちょっと真面目に、真面目にっていうか、なんか、うん、なんかちょっと違うけど、うん、やってます。リハ、うん、土曜日はみんな、あー、シャイニーさんあれやっけ、解散しあるやんねんな。なんか結構アイドルさんが解散していって悲しいなって思う。俺は仕事やけどそう、なんか頑張ってファイト。でもお仕事、普通のお仕事か、お寿司ごとか。な?30 日と1日って4回髪型、うん、うん。めっちゃ笑い方キモくなった。うん、てか、やばいな。1日ってもう7月なんだ、みんな。あみんな、7月になるよって。髪型なんかさ、そう、はい、みんなに聞きたいことがある。なんか何の髪型がいい、なんかそ、なんかもうわからんくて何がいいか。こないだのツインテールは動画出した時になんか見たいとか言ってくださった方がいたから、こんな高いとこでツインテールしたんですよ私。そうにちよっか3現場回し、マジ？それは大変。そっか、じゃあまた。あ、でもあれアイドル祭りは無料やからお待ちしてますよ。そこは7月の26、お待ちしております。え、なんかさ、こっちでもある方が、ちょっとごめんな。うん、ケインズって何年間やってる。なんかケインズ自体は今3年目って言ったらいいんですかね、4年目っていうん、これ、こないだ3周年があって、で今これなんていう、3周目、3年目、
4年目っていうかな。でミユリーダー以外はなんか2期生なので、この間ばっかりやけど2周年ライブが行われて、だからなんやろ、なんキュイーンズ自体はその3年目か4年目、なんか表し方が分からへん、なんて言えばいいんやろ。でも3周年はやりましたライブをね。だから結構長くやらせていただいてます。そう、やばいな。なんかさ、だってミユがさクイーンズの2期生ってなった時、リーダー、今大学1年生のリーダーが、あの何やろ、なん高1とかやったん、やばいよな。だからミユが中 2? 中 1? 中 2? かななったんですよ皆さん。そう、やば。なんか高校生になってから中2って若いなって、中3って、まあ中3はあんまりあれなんかよくわからんけど、中2って若って思って、そう、気持ちが分かった。なんかみゆが中学生の時さ、高校生組からしたら若い若い若いってめっちゃ言われて、え、そんな変わらんやんとか思ってたけど、この年になるとね、分かりますね。ノタルさんの無線行きたい、でも仕事ん、あ、なるほどね、そっか、明日ってこと、ミユが代わりに行ってきたろうかって。ごめん、嘘です。あれはシャイニー、そう、行ってきて、楽しんできてください。7月26やったらその前に会いに行けそうやわ。そう、来て。7月はね、今1位もライブがあるので、1ってさ、ん、日曜日、え、やば、なんかさ涙袋だけ浮いてる、え、やばくないこれ、え、これやばくない、ちょっとでもこっちにカレンダーがあるから、1は土曜日、ん、日曜日かな、7月、やばやば、もう7月やで、みんなやばい。新生キュイーンズ2周年も去年末やん、やばいな、もう半年前、みー半年前のことをこないだとか言ってごめんな、マジごめんなさいね。そう、俺の高1はラグビー部、おーみゆーな、部活入ろうかめっちゃ迷った、でも帰宅部です。こんな高2時代がはるか昔の。おたくちゃん待って、みゆ高2とかまだなってないから。まだなってない。明日のナタルさんの現場はきらめこがいる、おー、なるほど、じゃああれやね、ミュウがいたら出会ってしまうの。あー、クマさんこんばんは、ヤッホー、ミュウです。去年アイドル祭りに出てテーマパークガール、うんうん、知ってる、テーマパークガールさん、小学5年生とかやばいよな。てかさ、一人すっげー歌うまい子いるやん、その子の歌声めっちゃ好きなんやけど、 YouTube とかで聞く、
そう、なんかカバーとかなんかしてらっしゃってて、みゆちゃんハロー、ヤッホーヤッホー通じる、ハロー My name is みゆ中二は帰宅部、おー、みゆも中二は帰宅部です。一日は日曜日行くと、お、お待ちしております。でも、24日ライブですよ。その1の前の日曜日お待ちしております。ラグビー部ね、みゆが言ったらラブビームマジ？ラブビーム、ラブビーム、ラグビー部。え、確かにすげえ。え、みゆさ、ちょっとさ、また言ってみる、友達にこれなんて聞こえるって、ラグビー部って言って、あ、でもラブビーム、ラブビームって言ってラグビー部に聞こえるか、ん、どっちの方がいいんやろ。てか中学は野球のシニアとか、野球、あ、野球してたんや、ほうほう、あー、かわいいって、ありがとうございます、嬉しい。たじたじ、ここには卓球部、何枚だけ、おー、なるほどね。全然なんか練習には行ってなかったぜ的な感じの方ですね。24日、いや、わかった、じゃあ1にお待ちしております。1はね、待ってます。そうって、でめっちゃふわふわなんこれずっとな、下でこうやって持ってる、すごくふわふわ。ででででで、そう、なんか昨日な、レッスンリハ前に学校の軽音部の軽音部のなんか練習みたいなのを見てから行ったんやけど、めっちゃすごかった。あのな、あれ歌ってあった、あれ、小さな恋の歌、ほらあなたにとってってやつ、大事な人ほど、これもうその後ずっと声の、小さな声の歌が頭の中になってためっちゃでもよかった。そう、あのさ、ショールームってほらやっぱカラオケ配信ができひんくなったからね、アカペラでしかあれやけど、な、ありがとう、時間ありがとうございます。あと15分ぐらいやっていけば、15分もやらへん、20分になったらあと10分前っていう。毎回かかってる曲って誰の曲？ですね、みゆたちが、一応なんかハレンチパンチさんっていうアイドルさん、わかるかな、もう結構なんか昔に解散されてる方なんですけど、その方たちの公式妹分なんですよ、キュインズって。実はその方々のカバーを、カバーの曲です。だからキュインズの曲って言っていいのかって言ったらちょっとあれなんで、ハレパンさんのカバーをやらせていただいてる曲ってことですね。早く携帯にもう新しい曲とか全然入れたいんですけど、なんか CD プレイヤーみたいなのが壊れて、なんか何もしてないのに壊れてしまって、そうだからこの曲で我慢してくださいか、長さ変化、なんか
他のメンバーは流さへん人は流さあらへんのな。で流す人はなんかマナミンとか流してやるとこ見たことないかな。でミータもなくて、ユリリンは流してあるイメージ。ミッキーさんも流してやらへんのかな、分かれへん。でも BGM ってやっぱあった方がいいかなとか自分的には思ってて、なんやかんやってね。そうだからどっちの方がいいんやろ、あんまりなくてもいいのかな、どう今。そうでもシーンってなった時にまあミユがな気になってしまうからあれやけど。おいおい、なんだかんだちゃんと部活顔出してて、え、そうなん、ずっと喋ってた。あー、なるほど、ちゃんと部活に行って喋ってたということですね。なるほど、モンパチカラオケでよく歌ったな。モンパチわかる、あのえ、あのさ、え違うかな、あれモンパチなんかの略？まあそれそっか、モンゴルみたいな、モンゴルみたいな、違う、え違うか、何だろう。ファニコン配信だとカラオケ、そうカラオケね大丈夫なんよね。そう思った。ナダルの誘拐、誘拐でいいのかなこれ、ネットニュースそれな、それな、見た見た、あのほらオリンのやつな、会見みたいな。そうわかる、 CD って物販で売ってる。今のこのこの曲はあのもう売ってない、あ待って、この曲は物販じゃなくて Amazon でキュインズって調べたりしたら出てきます。で Amazon でこの曲は買いまして、今一番新しい曲にっていうアルバムがあるんですけど、そちらはですねまだ物販で全然買えます。でその2位には新曲2曲とあとみゆのソロ曲、ソロカバーソロ曲と、あとリーダーのサイバーみずきちゃんと猫耳ツインテールの立花ゆりちゃんの2人のデュエット曲が入ってます。で、なんでみゆのそのソロ曲がカバー曲って言ったかっていうと、初期メンバーさんが歌、もともと歌ってやったままままさかの片思いという曲があるんですけど、そちらのカバーをね公式にさせていただきまして、別途企画で。なのでぜひ YouTube とかにでも、 YouTube にもキュインズって調べたらちょっとは載ってるので、ぜひ皆さん気になったら YouTube へ GO です。 Let's go。 もうキュインズの曲でいいんかな。ミータもさ、そうミータン、あれ変わってんて、あの iPad？ そうだから最近はね流してあるっぽい。あ、そうやっぱモンゴルやん。そうみゆももうあのさ、えリンダリンダの人違うかな、それは違う。広い宇宙の数ある一つっていう、青い地球の広い世界で小さな声の、めっちゃ好き。モンパチモンゴル800800だから、800っていいのかな。小さな声の歌ってはるグループ、そう、あモンゴルやっぱ合ってた、えモンゴルでいいよね。そう、うん、次は俺の僕のコールも収録されてないです。えなんかさみゆなんかさあれやってみたいよな、なんか PV 撮影とかでライブ映像の PV 撮影、なんかみん
なんかみんながこう盛り上がってるところをこうやってカメラでこう、こうなんていうの、泳い、なんかこうあれやんな、あれやりたいなって思う。あれやってみたい、すごく。昔はカラオケ行って誰が小さな声の歌歌うかじゃんけんでちょっと決めた。なんで歌いたい人が歌えばいいえ、みゆな、あそこめっちゃ好き。夢ならば覚めないでとか、夢ならば覚めないでめっちゃ好き。困った顔どんな、困った顔がマジありがとう7月7日に新しい劇場の振動試験なんかぬいぬい試験とかなんか前言ってたから、マジそういう系やったら頑張ってください。試験大変やな、めっちゃわかる。いやみんな歌いたいからさ、同じ歌を歌わないってルール。あ、そうなん、マジで。みんなで歌うっていうのはなかったんか。なんていうんかな、なんか聞いた話、なんかみゆがやったっていうあれじゃないからあれやけど、なんか受付の人になんかマイクくださいって言ったら日本までもらえるのかな、日本まで多分貸してもらえるって聞いたことがある。聞いたことがあるだけやからちょっと分からへんけど、そうみたい。じゃあ物販の時 CD か、あ、教えます、ぜひお待ちしております30回ジャンプを4回繰り返したりする。ああ、そういうことか。ジャンプとか、あ、アイドルさんの代わりになってやるってこと。なるほど、みんなでも歌う、でもマイク持ってたじゃん。ああ、なるほどね。違う、タジタジは多分マイクがなくても声大きいから大丈夫かなみたいなごめん、嘘持ちたいもんな、高校生やから。部屋入る、ドリンク持ってくる、小さな声の、え、すげえ、そんなに好きやったんやね、やば、いいね、うん、めっちゃいい、そういうの。なんか今の JK、 今の JK がね、ちょっと言いますと、入ってドリンク持ってきてたらまず誰が歌うかみたいになる。なんか初めって歌いたくないみたいな、みんな初めは歌いたくないみたいな感じやから、今の多分 JK って、友達が全員そうなんだけか分からんけど、そうだからみんなそんな感じです、今のね JK は。ぬいぬりがムービンの推しジャンに耐えられるかマジ？ムービン to a new stage。 あ、時間ありがとうございます。そう、そろそろじゃあ告知しようかな。今のね、多分じゃんけん参加し、ただただ大騒いでる。ロケ陣の場合はよく初めに歌わされてそう、めっちゃ。それでは告知いきたいと思います。はい、これは次のライブ6月24日あさってです。目黒鹿鳴館さんとこちらスペースオートさんで2つライブがあります。まずはじめこっちのスペースオートさんで11時50分からの出演となってます。で、目黒鹿鳴館さん次15時45分から出演です。で、これどっちも大事なライブとなってるので、ぜひ皆さん、特にね、このこっちは重要ライブなので
来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、そしてこの間発表があったんですけど、じゃじゃん、8月の28日にですね、ZEPP 東京さんでライブをさせていただくことになりました。イエーイ。マジでこれはすごいなって自分でも思ってて、いや、なんか ZEPP 東京みたいなのになってます。で、次の24日のライブからですね、この手売りチケットが買えるので、ぜひそこでね、前売りは3800円です。ぜひ皆さん、これ8月28日来てくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。そうだって、 ZEPP ってすごくない？すごいよな。なんか一回初期面さんは立ったことがあったっぽくて、でも私たちはないのでね、すごい今からドキドキしてます。はい、そしてですね、じゃーん、アイドル祭り2018エリア代表決定戦、関東 B ブロックに私たちキュインズが出場します。こちらですね、ムーンナイト伝説という課題曲に合わせて、私たちキュインズがオリジナルで振り付けをしたやつを審査していくっていう感じのやつになっているんですけど、7月の26日に会場がですね、コピス三好さんの方の文化会館で行われます。入場は無料なんですけど、こちらなんか整理券制になってますので、ぜひね、早めに、なんか近くで見たいとかある方はぜひ早く並んでくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。そう、これはマジで無料やし、あとみんなの投票がこれはかかってるライブなのでね、一人でも多くの方に来てくださって痛いです。よろしくお願いします。よし、そして結構ね告知があるんですけど、今日の18時からスタートしました、こちら関ヶ原アイドルウォーズ2018関ヶ原歌姫合戦というイベントの出場権をかけたイベントに、私たちキュインズが参加させていただいてます。こちらのイベントはファニコンというアプリを使ってのイベント参加になるんですけど、こちらのファニコンっていうアプリは完璧の会員制アプリとなってまして、少しお金がかかっちゃうんですけど、会員してくださったらスクラッチというくじみたいなものが引けるんですよ。そちらのくじがこちらポイントになります。なのでぜひ皆さん、こちらね、ファニコンというアプリで、他のメンバーの方にも入ってる方でも、もう少しでもミオが気になってくださってる方でも、応援したいなって思ってくださる方、ミオルームにですね、会員してくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。そう、少しでもね、多くの方に会員になってほしいので、よろしくお願いしますっていうところですかね。もうないかな。はい、次のライブはね、6月24日なんで、ぜひ皆さん来てくださると嬉しいです。チビットンさんのおたさんが2名ぐらい、お、マジ待ってる、みんなでパーリーないしよしよ。あ、でも待って、朝早く行かないと入れやんね。だからよろしくお願いします。よし、じゃあ自己紹介して終わりたいと思います。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。皆さん、パンチよろしくお願いします。行きますよ。私たちベッドでき、あ、待って、以上、私たちベッドできるアイドルキュインズパンチ、キュインズの泣く子も笑うスマイル番長、最年少の高校1年生15歳、みゆみゆこと二宮でした。ありがとうございました。見てくれてありがとう。バイバイ。また24日にお会いしましょう。ツイッターフォローお待ちしております。バイバイ。5 4
3、2、バイバーイ。